風だ。見切りました。止水の矢。こんにちは、こんばんは、おはようございます、アムです。ということで今回ウェンティのおすすめチーム6選を紹介していきたいと思います。現在ピックアップ中なので引いた方もいるのではないでしょうか。なのでウェンティを軸にしたパーティーを紹介して立ち回り表を使い、その後実戦という流れで説明していきたいと思います。早速目次ですが、1、ウェンティの簡単な性能の紹介、2、おすすめの生物と武器、3、チーム紹介と実戦となっております。今回は項目が少ないですが、かなり濃い内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。早速ウェンティの性能を簡単にまとめてみました。全部で5つあります。1つ目に敵を集められるサポーターです。2つ目に元素スキルで敵をノックバックすることができます。3つ目に元素爆発により敵を吸引し1点に集めることができます。4つ目に基本的に拡散反応によるダメージが強いです。5つ目に元素スキルが探索で有能です。大まかにまとめるとこの5項目です。初期に登場したキャラですが、やはり特徴的な元素爆発は今でも強いので参考にしてみてください。次におすすめの生物と武器についてですが、簡単に解説をします。詳しい内容が知りたい方は解説動画を概要欄から確認してみてください。おすすめの生物としてはやはり水浴4セットです。各メインの効果のおすすめとしては、花と羽は固定で、時計は元素熟知、杯も元素熟知、冠も元素熟知がいいと思います。サブは元素熟知、元素チャージ効率を厳選してください。意識するポイントとしては、元素熟知を中心に元素チャージ効率を厳選するようにしましょう。次に武器についてですが、終焉もしくは祭礼の弓がおすすめです。前回祭礼を紹介しているので、今回は終焉の理由を紹介していきたいと思います。全部で3つあります。1つ目に基礎攻撃力が高いこと、2つ目にサブに元素チャージ効率がついていること、3つ目にスキルで元素熟知がアップし、さらに攻撃力と熟知がアップします。この3つは大きなポイントです。基本的にサブに元素チャージ効率がついている武器がおすすめです。製風は会心率を盛る必要があるので個人的にはおすすめしませんが、サブ効果だけ見るのであればおすすめです。それでは本題に入ります。今回各パーティーの装備は記載しますが、詳しくは説明しません。しかしポイントについては解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。流れはパーティーの装備、立ち回りを紹介した後に実戦の流れで説明していきたいと思います。まずおすすめしたいチームとしては、ライデン、アヤト、ウェンティ、ベネットです。装備については表のようになっていて、ポイントとしてはベネットを撃った後にウェンティの時、敵から一歩後退して元素爆発を撃つようにしましょう。そうすることで元素爆発を比較的真ん中に撃つことができます。立ち回りとしては、まずベネットの元素爆発から元素スキルを撃ち、ウェンティに変えて敵から一歩後退をし元素爆発を撃ちます。元素スキルは撃っても撃たなくてもどちらでも問題ありません。その後アヤトの元素爆発を撃ち、元素スキルはライデンが苦手とする敵が現れたら使いましょう。次にライデンに変えて元素スキル元素爆発を使い、通常攻撃を行っていく立ち回りです。2巡目も同様の立ち回りをしていきましょう。それでは実戦見てみてください。今回は俺が滅されたよ。逃げようなんて思わないでよね。安らかに見切りました。無我の境地。みんなは俺が守れ。風だ。剣影よ、三尺の修水。ここより弱熱の時。全力攻撃。逃げようなんて思わないでよね。総流水泳。次に国勢、モナ、ウェンティ、ベネットというチームです。ポイントとしては、竜殺しモナを2番手に置いて国勢のダメージを上げていきます。立ち回りとしてはウェンティまでは先ほどと同様で、モナの元素爆発元素スキルを打ち、国勢の元素スキル1段から元素爆発を打ち、元素スキル2段目を打ちます。その後ウェンティの元素爆発が終わっていると思うので、国勢の銃撃で残った敵を倒しましょう。2巡目もベネットから始まり、同様の立ち回りをしていきます。それでは実戦見てみてください。全力攻撃。風だ。運命に逆らえません。水中自衛のごとく健康よ、世の乱れを切り尽くせ。はっ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 。燃えろ。みんながそばに。足元に気をつけて。逃げようなんて。運命よ、
水面に映るのです。これが行け、逃げちゃない、はっはっ、そりゃはっ、陣営のごとく、全力攻撃、風だ、運命ここにいてよ、行け健康よ、世の乱れを切り尽くせ。次にヨイミア、ウェンティ、ユクアキ、ベネット、このチームのポイントとしてはウェンティを2番手に置くことで元素爆発の継続時間をヨイミアがフルで活かすことができます。ヨイミアは集団の敵への対処が他のキャラより劣っているのでウェンティと組み合わせることで一手に集められることがとても相性がいいと思っています。立ち回りとしてはベネットの元素爆発から元素スキルを打ち、ユクアキはサイレンを装備しているので元素スキルを2回打つか、元素爆発が溜まっていれば元素スキル、元素爆発、元素スキルという流れで打った方が元素回収率が多いです。その後ウェンティに変えて元素爆発を打ちます。ウェンティの元素スキルは打っても打たなくても大丈夫です。元素チャージ効率に自信がない方は打ちましょう。最後にヨイミアの元素スキルから通常攻撃を連打します。2巡目も同様の立ち回りをしていきましょう。それでは実践見てみてください。みんなは俺が守れ、太陽ルコ、この剣はわかるかい、あん、逃げようなんて思わないでよね、花火見ひん、これでどうだ、ここまで、やっせっ、やったー、まやー、ふっ、せえ、みんながそばに、やはり、歌よ錦となれ、風だー、足元に気をつけ、火の用心、えっ、えっ、ふっ、やっせ、何してよ、やっ、おっか、はぁ、くらえ、みんなは俺が、はい、アメを描きがたし、五感奥義、お、逃げようなんて思わないでよね、花火見ひ、いや、やっし、ふっ、今の出してて、祭りの開始や、へぇ、みんながそばに、あ、油断した。歌よに風だ。一緒に遊ぼうよ。火の用心。全力攻撃だ。雨描きがたし。逃げようなんて思わないでよね。花火見ひ。次に先日紹介したアヤト、ココミ、ウェンティ、カウンです。このチームマジで強いのでおすすめです。装備については表のようになっていて、ポイントとしてはカウンの元素爆発を打った後に元素スキルを使って交代をし、ウェンティの元素爆発を中心に比較的に打つことができます。立ち回りですが、カウンの元素爆発から元素スキルを使用して交代をします。そうすることで次のウェンティの元素爆発が比較的真ん中に飛ぶことができます。ウェンティの元素爆発を打った後は元素スキルを使わず、ココミに変えて元素スキルのみを基本的に打ちます。理由としてはカウンの吸気族の効果をできるだけアヤトに付与したいのと、ココミでダメージを狙っていないからです。次にアヤトに変えて元素爆発から元素スキルを打ち、通常攻撃を使っていきます。それでは実践見てみてください。風雪の祝福、風だ、ふぅ、補助力を、神悟り、水友、ふっつ、やれ、ふっつ、ふっつ、ふっつ、ルリのように落ちなさい、そう簡潔、逃げようなんて思わないでよね、ここだよ、ご安心を、三尺の修正、うん、剣影よ、この仕事は排除するべきですね、ふう、風だ、あれ狂いなさい、総流水泳、神里流水泳と、次にアヤカ、アヤト、ウェンティ、ディオナです。ポイントとしてはディオナを吸気族にして全体のダメージを上げるのと、氷二体構成により耐震率を上げられる点です。しかし氷相手にめちゃくちゃ弱いので、そこが難点です。
立ち回りとしてはディオナの元素スキル元素爆発からウェンティの元素爆発を撃っていきます。その後アヤトの元素爆発を撃ち、元素スキルはアヤカが苦手とする敵が現れた時に使いましょう。次にアヤカのダッシュからギリギリを装備している場合は通常攻撃1弾を敵に当てましょう。その後に元素爆発を撃ち、元素スキルから銃撃を狙っていきます。2巡目も同様の立ち回りをしていきましょう。それでは実践見てみてください。逃げようなんて思わないでよね。安らかに。神坂流どうですか。総流水曜三尺の修正桜かがき雪を前踊りなさい。ディオなら特製逃げようなんて思わないでよね。安らかに雪を前。最後にタルタリア、ライデン、ウェンティ、ベネットです。ポイントはタルタリアの長いクールタイムをライデンでカバーできるのが強みです。立ち回りとしてはベネットの元素爆発から元素スキルを使用し、ウェンティの元素爆発を使用します。元素スキルは先ほどの説明と同様です。次にライデンの1巡目は元素スキルのみを発動します。すぐにタルタリアに変えて弓状態の時元素爆発を打ち、元素スキルから通常攻撃または銃撃を行います。タルタリアの元素スキルの効果はフルで使わず、10秒ぐらいしたらベネットに変えましょう。ライデンまで同じ立ち回りをし、2巡目から元素スキルから元素爆発を使用して全体の元素を貯めていきます。なので1巡目と2巡目を交互に行うイメージです。それでは実践見てみてください。全力攻撃が釣れたよ。お風だ。見切りました。止水の矢やっやっみんながそばに。ふう、逃げようなんて思わないでよね。さばきの雷槌、無我の拒否。逃げられるかな。ご視聴ありがとうございました。今後も原神などの動画を上げていきますので、参考になった方はチャンネル登録とグッドボタン、 Twitter のフォローよろしくお願いいたします。じゃあまたね、バイバイ。